んは、トカシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は那覇市くもじ交差点の近くの久米というところにおります。で今日はですね、こちらでお酒を飲みたいと思います。沖縄県那覇市に来たらやっぱりね、この沖縄のお酒を飲みたいというふうに思うわけでございまして、今日行くお店はこちらでございます。久米屋さんです。久米屋さん、過去にも私動画にしてますが、こちらのお店に行きたいと思います。メニューもね、こういう感じになっております。はい、ありがとうございます。すいません。あと、これが、お、なんか来た。アムリのセットはこちらに。あ、じゃあ真ん中この辺置いておいてもらえば。はい。まずこちらが氷のセットですね。制服。あ、そうか、水割りセットだった。あ、水はこれ水？素晴らしいね。泡盛を飲んでくださいと言わんばかりのお店。水が用意されてるんですよ。で、これがお通し。まあ、お通しももちろんお金かかると思いますけども、一応このお通しもね、で、これ申請です。恐れ入りますが、2枚目からお使いください。こう思い出したわ。え？うん、うまい。メインテンツでダメだね。ちょっとあんまりどんどん飲んじゃうとロックだといっぱいいっちゃうから、お水入れましょう。このね、もずくがそうめんみたいにいけちゃう。もずくがそうめんみたいにいけちゃうんだよな。ジーマミー豆腐です。このジーマミー豆腐はなんかフルーツ、スイーツコーナーにありました。すげえこの弾力うまそう。この弾力すごい。これピンと合わないけど、これいただきます。あ、これスイーツだ。マグロ、シチュー、マチ、セイカ、タコ、美味しそうじゃないですか。わさびいただきます。マグロからいただきます。マグロ、いただきたいと思います。いただきます。イカいただきます。セイカ。
いただきます。やばくていいね。これだけやる。タコ、いただきます。この卵の半熟加減がいいね。スパムとこれうまそうだよ。大体沖縄のゴーヤチャンプルってあんまり もやし入ってないんだよ。もやしが入ってるとこはただかさ増ししてるだけだから、本当にゴーヤチャンプル美味しいとこはゴーヤと卵とスパムと卵で十分にかさがあるっていう感じなんですよね。これ美味しそうだよ。さあそれではゴーヤチャンプルいただきたいと思います。いやー、この卵のこの半熟加減とスパムが入っていて豚肉も入ってるんだな。これね、全部いっぺん食べたら美味しいですよ。とりあえずこれで、とりあえずちょっと鶏だに巻くよ。ゴーヤチャンプル、まあ、ちょっと豆腐が今多く入っちゃってるけど、いただきます、うん、うまっ。ゴーヤの前にやっぱお酒いっぱい。ゴーヤとフォーク、まあ、フォークだね。スパムかどうかわかんないけど、フォークとランチョンミートかな、わかんないけど、ね、あーうまい。それとフォークと卵とゴーヤ、この組み合わせや。フォークっていうか本当のフォークだな、豚肉だな。いただきます。あーうまい。なんだっけこれ。頼んだね、そういえばね。何頼んだっけ。豆腐の煮付け。あ忘れた。言ってしまったわ。あでも豆腐だからそんなにあれかもしれない。そういうことか、豆腐の煮付け、こういうことね。いただきます。だけどグッドポーチしてないよね。グッドポーチじゃなくて最近思うんだけど、なんかあの審判のもう明らかにストライクの時は野球の審判がこうリアクションするみたいな、アウトの時はリアクションがこうアウトするみたいな、あのグッドポーチの時にグッドポーチないね。ダメだね、初心に戻ってグッドポーチ。唐辛子 TV ですので一味を隠させていただいて、そこ叩く意味あるんですかね。
行ってきました。美味しかったです。これ逆光になっちゃうから相変わらず反対向きますけども、いや美味しかったです。やっぱねここはね沖縄料理系のこの料理がいっぱいあるんですよ。それプラスこの青森系で飲んで、で今回は2軒目ということでね、ビールは結構飲んできましたんで、ビールとかは飲まず、ビールはいっぱい飲んで結構酔っ払ってる状態で来て沖縄料理を楽しんだということになります。いや良かったですよ。お通しのもずくでね、もう本当に自動的に沖縄料理が出てくるんで、まあ、もちろんお通しなんで無料ではないんですけども、一応それでですね、沖縄料理で始まって、で沖縄料理でずっと続いていくっていう感じで、で島豆腐系がね、あ、書いてあるね、島豆腐。この島豆腐系のメニューがいっぱいあって、で今回はこの島豆腐の煮付けみたいな頼んでね、美味しかったです。あとゴーヤチャンプル、それから、お刺身頼んだね、お刺身。うん、まあそういう感じで頼んでね、よかったです。もう酔っ払っちゃってね、ちょっとあんまり覚えてませんけど、覚えてませんけどっていうか覚えてるんですけど、もうあんまり喋るあれがまとまってませんけども、行ってきたということで楽しかったです。ありがとうございました。また沖縄来た時はですね、この沖縄っていうか那覇周辺泊まった時は久米屋さんに行きたいと思います。ありがとうございます。久米屋さんはもう1軒目から来て沖縄料理をがっつりいろんな種類を食べて、それで美味しいという風な感じになるお店じゃないでしょうか。ということでこれで終わってます。ありがとうございました。